In America, the model makers are relying on the legal concept of fair use, which provides broad exemptions from the country's otherwise ferocious copyright laws. Ferocious って残酷なとかどう思うな。そういうエグゼンションと除外する。だから、アメリカではモデルメーカーは法的なコンセプト、考え方に依存している。で、どういうことかというと、フェアユーズ、正しい使い方というその考え方に依存している。それは、そうでなければ、その国の厳格なコピーライトローからの除外、広範囲な除外を提供している。だからフェアユーズってのは、これはフェアユーズだよって言えばコピーライトが除外される。だそれはどういうふうに除外されるかと、ブロードエグゼプション、広範囲な除外を提供している。国の厳格なコピーライト法律から除外する。アザバイズっていうのは除外しな、でない、そうじゃない場合には、フェロシアス、かなり厳格、そういう、そうでなければかなり厳格のコピーライトの法律なんだけれども、広範な除外を提供している。そういう意味。だから、ブロードエグゼンションっていうのは、アザワイズ。本来は厳格なコピーライトローなんだけれども、広範なエグゼンションがあるっていう意味で、アザワイズっていう言葉を使ってるね。もともとは厳格なんだけれども広範な除外があるのでということを提供しているフェアユーズ、要するにフェアな公正な使い方の法的な考え方に依存している。わかる？ An encouraging precedent comes courtesy of a ruling of Google Books in 2015. エンカレージングというのは、これはね、励みとなる前例が、プレジデント、前例が、2015年の Google Book の判決、ルーリング、判決のコーテジーというのは、親切な、優しい、ここでは特別な扱いだね。特別な扱いから来ている、前例がね。コーテジーってのはね、もともとの意味はね、これ特別な訳されて、丁寧とか礼儀正しい。The Arthur's Guild sued the search giant for scanning copyright books without permission. Arthur Guild っていう会社ね、が、許可なしで、コピーライトの権利のある本をスキャーニングしたことに対して、サーチジャイアント、サーチする大企業を訴訟を起こした。But the court found that Google's use of the material、これサーチジャイアント、Google のことはね。で、But the court found that Google's use of the material making books searchable but showing only small extract.was sufficiently transformative to be deemed fair use. ここで言ってるのは、これもちょっと難しいんだ、英語だけど。しかし裁判所は、found、判断下したのは、Google のこの材料の使用は、本をサーチすることができるようにしている、マテリアルであって、ただ小さな抽出をエクストラクト抽出を示しているだけであって、十分にフェアユースを思われるディームフェアユースと思われるべく、変形、十分に変形されていた。だから、もともとの材料、トランスフォーマブルってここで言ってるのは、Google がサーチして一部引き抜いてきたっていうのは、もうそれはもう、変形してる。元の材料から、変形してるっていうのは、その、
フェアユースだとみなされる、ね、というふうに裁判所が判断したわけですね。The generative AI firm argues that the use of the copyrighted material is similarly transformative。 だから生成 AI 企業は議論するのは、これらのコピーライトのある資料を使うということは同様に変形されたものだということだと。ライトホルダーズ、meanwhile、一方でライトホルダーズ are pinning their hope on Supreme Court judgment last year。 ピニングというのはこれはね、記載をかける、希望をかける、最高裁の判断、昨年。何かというと、That series of artwork by Andy Warhol, which had altered the copyrighted photograph of Prince, a pop star, were insufficiently transformative to constitute fair use. で、昨年最高裁判断したのは、Andy Warhol のアートワーク、作品、一連の作品、アートシリーズ、一連の作品は、コピーライト、プリンスとポップスターのプリンスの、コピーライトする写真を変形したのであるけれども、フェアユースというには不十分な変形だった。はインシュリシャフィジェン、だからこれはダメだというふうに裁判所は判断していると、そういうことだね。